こんにちは。今回はこちら、ファジーとフラフィー両方をダイソーで購入してるんですけど、こちらの全然違う色を引き揃えて、まあ、三角ショールを編んでいこうと思います。こちらが、まあ、どういう感じになるかな、まあいけると思うんですよねそれでファジー、スカイっていうカラーですね。めちゃくちゃ可愛いですよね。ふわふわしてて、これがね、アクリル 100% 40g 160m 入っています。で、かぎ針が7号ですね。で、こういうのと、で、こちらがフラフィーブラウン、アクリル 100% 50g 155m 入っています。で、こういうので、で、かぎ針が7号ですね。で、引き揃えて編んでいくんですけど、中心部分から1本ずつ取り出していきます。はい、こんな感じで中心部分から1本ずつ取り出してきて、2本を1本のようにして編んでいきます。で、今回10号で進めていきます。で、こういう風に持って糸をかけてグッと締めて、ここから鎖編みを1、2、3、4して、で、1つ目の手前をこう通って、2本取りで編んでるのでこういう感じになりますね。で、ここで爪でこの輪っかを押さえて糸をかけてこう引き抜きます。これは輪っかの中に目を入れていきますね。で、立ち上がりを1、2、3して、いつもの三角ショール、簡単に作れる三角ショール編んでいこうと思うんですけど、まあ、今回ね、ちょっともっとこの編み地を透かしにした感じで進めていこうと思うんですよ。で、立ち上がり3目で、これは1目として数えていくのでマーカーをつけておきます。で、横の鎖編み1つ分、穴の分を開けて、ここ今4つ開けて、入れてますね。で、糸をかけてこの穴の中に、まあ、ここは巻き込んで編んでいきます。巻き込みながら長編みを同じところに3個入れるんですけど、その真ん中のところは鎖編み1つにしようと思います。糸をかけてこの穴の中に長編み1つ、いつも長編み、長編み、長編みのところを長編み、鎖編み一つ、長編み一つしたことになってます。このセットをずっと編んでいこうと思いますね。で、鎖編みを3個、これで山を作って、糸をかけてこの穴の中に糸を巻き込みながら、長編み1つ、鎖編みを1つ、糸をかけて長編み1つ、またこのセットが編めたことになっていて、で、最後鎖編み1つ、糸をかけてこの穴の中に長編み1つで終わります。こんな感じで進めていこうと思います。色もめちゃくちゃ可愛くなりそうですね。こんな感じになってます。で、これでまた鎖編みを1、2、3したら、ここにマーカーつけていてもいいですね。それでまたここが1つの長編みっていうことになっていて、これでまた横の分、鎖編み1つ、穴を開けて糸をかけて編み地を向こう側に持って、で、糸をかけた状態で、このすぐの穴のところ、これはこの長編み3個のセットをしたことになっているので、ここではないですね。この根元のところに、長編み1つ。で、このセットを編むので、鎖編みを1つ。糸をかけて、この同じところに長編み1つ。そしたら、鎖編みを1つして、ここも同じ感じですね。長編みを3個するときも鎖編み1つでつなぐので、で、また長編み3個のセットしますね。で、鎖編みをまた1つしたら、糸をかけてこの山のところ、ここに2つセット編みますね。長編み1つ、鎖編み1つ、糸をかけて長編み1つ。これが1つセット編めたら、この山のところは鎖編みを3個。3個したら、またこの同じセット編みます。糸をかけて、長編み1つ、鎖編みを1つ、糸をかけて同じところに長編み1つ。これでまたセットが編めました。で、セットが編めたら、鎖編みを1つして、糸をかけて、ここは前段のこのセットなので、この飛ばした形で一番最後の穴のところ、ここに同じセット編みます。長編み1つ、鎖編みを1つ、糸をかけて長編み1つ。で、これはこのセットが編めたことになっていて、最後は必ず鎖編み1つ、長編み1つで終わります。鎖編み1つ、糸をかけて、ここマーカー入っているので、ここのマーカーのところに入れていきますね。
まあ、この中に入れてもいいし、どっちでもいいです。鎖編み、1、2、3個目の裏側。入れるときは、この裏山を手前に置けた状態で、向こう下に2本かかっているところ。ここを取って長編みで終わります。これで2段目完成です。こうやって透かしたことで、ちょっと分厚い、編み地になると思ったので、ちょっとね、ふわっと、するかなと思うので、結構ね、目が詰まったのも可愛いと思うんですけど、今回はこういう感じで進めていこうと思います。これで、まあ、ちょっと大きめに仕上げようと今のところは思ってるんですけど、まあ、どれぐらいまで広げましたっていう感じでまたお伝えしていけたらなと思います。これで、ずっと進めていきますね。あれもずれ出しましたね、これは。こんな感じで。で、また鎖編みを3個します。同じ感じですね。で、3個のところにまたマーカーをつけていってもいいし。で、必ず鎖編み1つで穴をつけます。鎖編み1つ。編み地を向こう側に倒して、最初のところですね。ここに、長編み1つ、鎖編みを1つ、糸をかけて長編み1つ。で、ここは鎖編み1つでつなぎます。糸をかけて前段のこの大きく開いた穴のところ、このセットとセットの間、ここに同じセットを編んでいきます。長編み1つ、鎖編み1つ、糸をかけて同じところに長編み1つ。可愛くなりそうですね。で、また必ず鎖編み1つで次のセットのところにつなぎますね。糸をかけて、長編み1つ、鎖編みを1つ、糸をかけて、長編み1つ。で、長編み1つしたら次はこの山を作りたいので3個鎖編み。糸をかけてまた同じセット。長編み1つ、鎖編み1つ。糸をかけて同じところに長編み1つ。こんな感じで進めていこうと思います。で、何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい。こんな感じでだいぶ大きく編んできました。で、これぐらいにしようかなと思ったので、一番最後、この同じように編んできて、で、長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つ。で、鎖編み1つして、一番最後は前段の鎖編み立ち上がり3のところ、ここに長編み1つで終わってます。で、このままダブル編みとなってしまうので、鎖編みを1つしてグッと止めて、で、ここで糸をカットして糸始末をしていきます。スッと抜いて、で、針に糸を通して、まあ、どちらが表でも裏でもないんですけど、この糸をつないだ方、まあ、同じ方で、こうやって糸を出してきているので、こちら側にしようかなっていうところで、こちら側を同じところで糸始末していきます。ちょっと進んで、で、返し返しで、この中側、この辺に糸端を持っていけたらなっていうところで、こうやっていつものように返し返しで糸始末をしていきます。こんな感じで中側に持ってこれたので、ここで糸をギリギリカットします。で、こういうところを巻き込んで編んできてましたね。で、これも軽く緩みを取って、こうやってカットします。で、糸端、まあね、この最初のところもちょっと残してるので、ここも同じようにして糸端をこの中側に持っていって、糸始末していきます。全部仕上げていきます。はい。こんな感じで糸始末を全部して仕上げてきました。で、ここが何段編んだかというと、1、2、3、4、5、31。32段編んできてます。だいぶ大きくしましたね。で、大きくして、多分ね、これ、長編み、長編み、長編みで編むと、結構しっかり、分厚く編めると思うので、これぐらい大きくすると、こう、くしゅくしゅなりにくいと思うんですよね。なので、ちょっと間を間引いたっていうか、こんな感じなんだろう。すごくいろいろ使えるかなと思って、ちょっと大きくも編んでみました。で、だいぶ大きいので、サイズもあらかじめ測っておきました。まあ、ちょっとね、こう、ふっくらしてるんですけど、ここ。だから、この、まっすぐ測った状態で、151センチぐらいになってます。で、この中心部分はここまで測って、だいたい 74% だって、74センチ。で、ここの2箇所が97センチぐらいになってます。で、糸は、2色、両方を3玉ずつ使いました。そういうところも何か参考にしてみてください。肩からゆったりかけれるぐらいの大きさになっていて、で、さっき言ったみたいな感じでクシュクシュってして、で、首の周りこう巻くと、マフラーみたいな感じで使えるし、
まあ、結構ねボリュームがすごくなったので、これをちょっとボリュームこんなにいらないわって方はちょっとだけプシュプシュして、ここはもう肩からこうタランって垂らす形でこうやって巻くと、まあいろいろ調節できると思うんですね。このボリュームもこんな感じに使っていただくといいかなと思います。このねこの大きさも変えやすいと思うので、いろんな大きさでいろんな糸で編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。